ありがとうございました。今日はお話し会幕張でした。ありがとう。楽しかったです。もう魔女じゃないよ。魔女は魔女は幕張限定です。幕張限定。楽しかった。ありがとうございます。みんなのおかげで元気が出ました。なんかさ、外ちょっと歩いたんだけどさ、めっちゃ寒いね。風強くて。みんな無事帰れました？凍えてないですか？元気が一番。本当にそう、元気が一番だから。私寒いからさ、ちょっとさ、今からコーンスープを飲もうと思って、今お湯を沸かしてます。そこ外で時間潰してたら凍えました。寒かったでしょう、絶対。してることです。猿山さん、キヨさん、アヒルさん、翔一さん、ズーミーさん、ウリンちゃん、ガントチャートさん、ブンちゃん、ケンケンさん、ギフトありがとう。何これ、トリックアトリート。何が出た？トリックアトリート。お疲れさん、ありがとうございます。トリックアトリート、ありがとう。山椒さん、ズーミーさん、ジャボテンさん、ダースーさん、ギフトありがとうございます。皆様ギフトありがとう。そう、お湯沸かしてるんだけど、私ね、ホテルのお湯を使う、ポットを使うときはちょっと一回沸かして捨てて、もう一回沸かすんだよね。だからこれは使わないやつなので、少しフェードアウトします、この後。そう、煮沸消毒をするの、念のため。わかる？同じ人いる？ちょっと不安じゃない？すぐ使うの。ちょっと捨ててくる。
になってますね、ショールームの背景が。気づいたら、また沸かすよ、お湯を。寒いね。花柄のワンピに着替えました。でもちょっとこの背景と少しマッチする、ハロウィンのこの背景とマッチするね、このワンピース。やろう話し会は本当に何回も経験して思うけど、やっぱり元気をもらえますね。今日は本当にありがとうございました。ツーショットもね、ありがとうございました。お話し会初めての方とか、ツーショット初めての方とか、いて、すごい私をどの場面でどこで知ったんだろうとかって思いながらなんで私をチョイスしたんだろうとかって思いながら、でも本当に会いに来てくれたんだなと思って、めちゃくちゃ感謝したし、すごい嬉しかったです。ツーショット近くて本当にびっくりしましたね。今日ツーショット経験された方はちょっとこれはまた2回目3回目行かなければっていう気持ちになったんじゃないかなと思います。うん、はい、やっぱね、お話し会もね、リアルで、リアルお話し会で今回スタートっていうことで、握手とまではまだいかないけど、やっぱだんだん直接会う回数が増えてきて、解禁されていってるなーっていうのをすごい実感しました。ありがとうございます。元気に、元気をもらいました。楽しかったです。なんかちょっとね、私ね、最近元気がないっていうことでなんかいろいろ問題をこうもやもやと抱えていたもので、なんかメールをちょっと休んだり、配信をいきなり休んだりとね、ちょっと逃亡してたんですけどもなんかそれでも、そう、逃亡をねちょっとしてたんですけど、それでも大丈夫ってすごい心配してくれて優しかったですそう、ちょっと逃げてた逃亡生活をしてた。はい、でもね、なんかね、お話し会で本当に声をかけてくれる人みんな、最近なんか大丈夫、元気出してみたいな感じで、もう私を勇気づけようと、もう私に元気を届けようと、みんながね、風強い中、寒い中、今日はね、来てくれてね、本当にありがたいなって思いました。はい本当に嬉しいなって、なんかすごい穏やかな気持ちになりました。昨日はね、同じ部屋だったのがさやかりんだったんだけど、ちょっと夜ご飯とかも食べに行ったり、すごい昨日今日とね、めちゃくちゃ楽しくて
元気が出ました。エネルギーがすごくこう蓄えられたような気がします。 HP がこの今飲もうとしてるコーンポタージュでを飲んだら HP が100になる。今98だから、このあったかい飲み物を飲んだらもう私は回復です。100回復さやかりんさんはね本当に癒し効果がありますね。彼女には一緒にご飯を食べてくれました。ポタージュを飲みます。スーパースイートコーン使用だって。ツーショット近すぎてにやけました私も思ったより近かったよね。アイコジに癒されました。そんなそんな、私に癒し効果なんてあるのでしょうか。今日は本当に応援してもらってばっかりで、あったかい、これあったかい、顎が温まる久しぶりで緊張して声を失いました声を失うって相当だね。愛子女性なんだから自信持って。癒し効果、癒しの効能が入ってますからね、一応愛子女性には。じゃあ癒し効果をこれからもっと発揮できるように愛湖寺温泉営業していきたいと思います2ショット取ればよかったって思ってるそこのあなた、次回待ってます。次は平常心でいられるようにでも私もね緊張したよ2ショット。なんかあこんな感じなんだと思って、こんな感じでなんかベンチで横並びになって座ってから写真撮るんだと思って、ねえちょっと想定外でしたねなんかみんなによく言われたのは、なんか電車のなんか電車のさなんか隣同士みたいな、でなんか電車に乗ってるような感じだねみたいなって言われて、確かにって思った。ツーショット今から撮りますよってよりかは、なんかたまたま電車で隣に合わせになった、あこんにちはって感じの感じがね、ちょっとね確かにって思った。言われてまあ電車やって思いましたロングシート、そう、でもなんかみんなの笑顔が可愛かった。なんかねありがとうって言ってめっちゃ笑顔だったから、こちらこそはそんな私で笑顔になってくれるなんて、そんなもうありがとうってなりました
そんなそんなでございます。そんなそんなでございます。熱っ、熱っ、熱っ、コーンスープ熱っ、熱っ、まだちょっと飲める段階じゃない。めっちゃ暑い。こんばんは。ね、フーフーして。フーフーして飲むよ。より寒くてさ、会場の外が、てかこうやってホテルに戻ってきたら、ね、楽しかったね。早くまた次皆さんに会いたくなりました。今日はね、ハロウィンが近かったのでハロウィンの仮装をしました。魔女になった。最近私はハリーポッターにハマってましたのでハマってましたので魔女になってみたんですけど、そう、私としたことがと思ったのが本当に痛恨のミスなんですけど、魔法の杖をね、広島に置いてきちゃって、なんか今日の朝、あ、そういえば魔法の杖持ってきてないって思って、あー、愛こじとしたことがって思いました。下手こいた。ドグドン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 、ウェイ広島に。魔法の杖を忘れてきたよ。でもそんなの関係ね。はい、おっぱっぴーって感じでしたね。いや、そんなの関係あるんですよ。いや、ほんとね、なんかっていうか、そもそもね、最初ハロウィン近いのに全然仮装してるメンバーがいなくて、うわ、これなんかめっちゃ私浮くやつじゃんと思って浮くやつじゃん、どうしようって思ったら、なんかあの魔女のとんがり帽子はかぶれなくて恥ずかしくて、で一部は外してたので、ちょっと2部からちょっとかぶってみようと思って、そう、かぶったらなんかハロウィン仲間がもう一人、マイハさんいて、ああよかったってなってそうで、普通に魔女になってたら、なんか、あ、杖そういえば忘れてるやと思って、忘れてらって思って、でももう対応するものがなくて、またいつか出番があればって思いましたね。ね、マイハさんと写真撮ったよ。またメールに送りますね。二人だけ相当ハロウィンだった。最近ハロウィンは入らないの？全然塊が溶けない全然塊が溶けないんだけど、
ぜまぜ。でもね、差し入れにあったドーナツがハロウィンのハロウィン仕様だったんですよ。かぼちゃと黒猫。だから私がこうやって仮装したのは別に間違いではなかったって思って安心しました。安心しました。ざます。え、待って、リネちゃんの喋り方にめっちゃなんか影響されてる。なんか今日さ、リネちゃんとさ、ちょっと長々話したんだけどさ、ちょっと待って、リネちゃんの喋り方に今影響されてる。安心、安心ざます。安心ざます。なんか棺桶欲しいって言ってたよね。そう、棺桶って何って感じだったんだけど、なんかショールームのイベントで棺桶をもらえるんですよね。それを私知らなくて、ハロウィンだからか、そういうイベントがショールームではやってるんだと思って。なんか誰が誰が強いからピンチとかなんとかかんとか言ってました。コウモリもらうと棺桶ゲット。あ、そうなんですか。へえ、どれぐらいの棺桶がもらえるんですか。自分が入るぐらい。女の子1人160センチ前後。お湯少なかったかな。まあいいや、1位になったらもらえるんだ。ちょっとそれは険しいね。ではファンの皆さんもハロウィンみ本当にそれはね思った。本当にそれは思った。みんなハロウィンみなさすぎた。来てくれるみんなもう普通だった。いや、もちろんそれがいいとか悪いとかじゃないんだけど、あまりにもハロウィン味がなさすぎて、おっと、私こんな魔女になっちゃってるよ、浮いちゃってるじゃんと思って。もうなんか全然謝ることじゃないんだけど、本当になんか単純にびっくりしたっていうだけの話です。頭になかった。そうなんだ。あったかい、このスープあったかい、いいですね。
ツーショットの写真消したりしないでね。あれが私服だと思いました。私服じゃないよ。私服ではありません。あったまる。こんばんは。明日からこたつ？いいね。明日からこたつか。こんばんは。しんごちゃんかわいい、ありがとう。かわいいかわいい。まさきさん、しゅうじさん、ふみふみさん、カタカナのたかさん、ズーミーさん、ひるさん、かいさん、ぶりサーモンさん、バオバブさん、ジャボテンさん、あおちさん、せきさん、ソリオさん、ギフトありがとう。なんだかんだ30分経った。やっほー。次はみんなに何出会えるかな。次のイベントをチェック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 します。あ、でももう11月3日4日ですね。次はもう11月ですね。グリーンアリーナ、ユミリンさんの卒業コンサート、4日はオンラインお話し会で、11月5日がアンピーの卒業ですね。卒業公演、花大卒業公演です。11月3、4、5でたくさんお会いに来ますね。カナピー、カナピー、カナピー、アンピーの卒業公演、カナピー。
旦っていう受付開始になったね。あ、そうなんですよ。今日の夕方から生誕ティーがなんと受付開始になりました。今年は紫にしました。でデザインがちょっとなんか魔法の箱、宝箱みたいな、魔法の宝石箱みたいな感じにしたくて、キラ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 、開けたらキラキラするしてる感じを表現したくて、あのデザインになりました。そういう意味。ごちそうさまでした。でね、デザイン見せるね、今から。これが T シャツデザイン。ちょっと光って色合いがちょっと違うけど、これが大きくなって、おーすごいこんなんなるんだ。こうなる。見えないね。タワーが来てる、ありがとう。あ、ケイチさんや。ありがとうございます。あ、私あのね、タワーをまだお礼してない分がありまして、ちょっとまたそちらと一緒にお礼させていただきます。ちょっとね、今はね勢いがないんだ。ありがとう。でもタワー今日お話会来てくれたよね、ケイチさん、ありがとう。はい、また後日ね、お礼させてもらいます。まだお礼してないタワーのやつと一緒に。今日はね、温まろうと思ってコーンスープを買いに行った時に、ちょっと入浴剤も買ってみた。コンビニで入浴剤をねあんま買わないんだけど、ちょっと気になったので、これなんかすごい人気商品ってあったから買ってみた。これで発汗できるような気がしたので、これを選んでみました。家庭のお風呂で溶岩浴の汗を
ったり入浴で温まって毎日健康、20年普通の方に愛されているロングセラー商品です。説明文を見て、これロングセラーでおすすめなんだと思ってちょっと買ってみました。だよファミマ、全部ファミマ、ちょっとファミマ遠かったんだけどね、ちょっと遠めのところ行ってみた。そしたらめっちゃ寒くて早く帰りたくて仕方なかった。でいつもねパックは黒いのしないんだけど、今日はマグマを試すから珍しいものを試すってなったらもうフェイスパックも珍しいものでやってやろうじゃないかと思って黒のフェイスパックを買ってみました。そうやっちゃえと思って、でちょっとね明日お仕事なのでホテルのシャンプーとかトリートメント使うのもいいけど、やっぱりちょっと気をつけたいなって思ったので、さあハニーの試供品、お試しシャンプートリートメントをちょっと買ってみたっていうね。なんかファミマで美容グッズを揃えるっていう。ちょっとお話し代わりにお買い物をしました。そうそう、こんばんは。それはそれでいいので、そう、まあこういう日もあっていいんじゃないかなと思います。なんか結構ね東京大阪とかまあ行くこと多いんだけど、なんかその時にコンビニとかで新しいものを見つけて買って試してみてとか、なんかその近くにあるドラッグストアとかでなんか結構おすすめしてるものとかが違うから行ってみて試してみて、あこれいいっていう、なんか結構発見があるのね。そうで、あとはなんかいつも冒険しないんだけど冒険してみたら、あこれ意外と合うじゃんみたいな感じで、結構なんかまあ失敗することもあるけど、結構ねその冒険はねいい方向に向くことが多いんですよ。そう、まあ、そうでもしないと試すことないから、止まったりした時じゃないと、だからね結構ねこういうの好き、試してみる。でもねあとついでにねあのメイク落としあったんだけど、ちょっと気になったのでメイク落としもちょっと買ってみた。パッケージが可愛かったんですよ、トムとジェリー、初めて聞いたミティアっていうところのクレンジングオイル、ちょっと気になったのでこれもちょっと買っちゃいました。そう、私トムとジェリーの、トムとジェリー大好きだからってなったら、その横にあったそのミティアっていうところの洗顔料もちょっと気になってこれも買っちゃいましたね。ちょっと思いもよらずお買い物をしてしまいました。でもまあよかったらこれから使えばいいし、よくなかったらまあこれも経験だって思いながら進んでいきたいと思います、人生。人生こんなものですよ。はい、今日はこちらのラインナップでお試しさせていただきますので、また口コミをしたいと思います。口コミ？レビュー。YouTuber みたい。
う前向きな投資だね、うん、前向きな投資である。なんかね、あんまり新しいもの買わないんですよ私。結構同じものになっちゃうんで案件ではありません案件ではないんですけれども、なんかこうやって結構遠征すると挑戦する機会をもらえるので、せっかくならっていう感じで買ってしまいますね。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。グッドボタン。そして私はね、いつも持ち歩いてる仲間がいるんだな。それはツアーで出会ったこのアヒルちゃんあ、意外と音が大きい音が大きくてびっくり。なんか顔しているアヒルちゃんが、そう、この子はいつもね、もう持ち歩くことにした。だからそう、どんな時でもこのアヒルは行動を共にしようと思います。ぬいぐるみみたいに大きくないしね。なんか黄色いものを持ち歩いたらラッキーがついてきそうだなと思って、なんかそういう意味を込めて黄色のね、この子をね連れ回してる。そうなんですよ。名前はないよ、アヒル、そのままです。アヒルです、名前はアヒル。忘れそうだからカバン入れとこ。どこで出会ったっけこれ。あ、あれや、東京のツアー、東京の時に出会いました。だからずっとカバンの中に入れてたら、この子を連れ、ま、回したい、連れ回したいって言ったらあれだね、うん、なんか一緒に連れて回りたいと思って連れて回りたいと思ってそのまま入れたままにしてる。そうだよ、で、あとね、これはね、さっき買ったやつじゃないけどね、光る鏡を手に入れた。これちょっと使えると思って、光る鏡を手に入れたからこれをちょっと自慢したかった誰かに。そのカバンからいろんなものが出てきますねいろんなものが出てくるぞ。そう、これね、なんで買ったかっていうとね、またちょっと YouTuber みたいなことするんだけど、こちらのあの光るミラーなんですけれどもこの子はですね、結構公園の舞台袖とかで
暗いんですよ。もう光をバンと落として、楽屋側舞台袖側にの光が漏れないように暗いんですよ。割まあまあ、そう、それでなんかメイク直しとかするときに見えなくて、まあ、光ないことはないよ。もうそんな真っ暗な中でどこに私のお水があるのみたいな感じではないんですけど、なんか結構こう薄暗い感じなので、こうペカーって明るい場所が限られてるんですよ。だからこうやって自分で光るライトを持ってたらメイク直しとかができちゃうっていうね。リップ塗り直したり、マスカラがここについてないかとか確認したり、メイクがよれてないかって。これは電池式です。でこれはいいものを見つけたと思って、ちょっとねまだ後編がないので、今度のコンサートとか公演で役立ったらいいなと思ってずっと入れてます。そう、実用的なものです。そうなんですよ。こちらですね、はい、こちら、801番の801番のミラーとなっております。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、なんか YouTuber みたいなYouTuber みたいな配信してますね。これね、でも100均で500円とかだった。100均やけど500円するやつみたいな感じでした。絶対使えると思うのね、本当に絶対便利だと思う。私はそう信じて買ったから。なんかカバンの中で液体が何か漏れてるぞ、これは。うわー最悪、何これどうなってる、液体じゃないな、これなんだろう、なんかが、あ、これかな、これかもしれない。フェイスパックのなんか美容液が隙間から漏れてたかも。そんなにはに大惨事にはなってない。なんかところどころになんかついてる、やだやだやだ、何これ、なんでよ、なんでこうなったの、隙間から。あ、でもこれには別についてないな。美容液成分だからカバンの中が美しくなるカバンの中がツヤツヤになっても意味ないんだけど、まあ怒ったことはもう仕方がないので
拭きます。拭き拭き。意外とさ、意外となんかさ、こういう化粧水、化粧水以外のさものでさ、落とし穴じゃないわ、なんかあれあるよね、こういうさ、こっちからはさ、なんか漏れないだろうみたいな感じで思ってたら、こっちを気をつけたら、実はこっちのフェイスパックの美容液が漏れてましたみたいな、そういうのあるよね。あ、そう、ノーマークの方まあいいや、この配信の時間を使って私はカバンを拭きますカバン拭き拭き配信です。ちょっとこれ一回洗いたいな、洗って洗ってまた入れようかな。これね、絶対使わないと思うんだよね。これカバンの中に入れてるんですけど、爪を磨くやつずっと入れてるけどね、全然使わないんだよね。もうアウトしていいかな。トーブバックしましょう。今使う？今使ってみてもいいけど、ね、やってたのはやってたんですよ、こうやってこうやってやってたのはやってたの。でもこれをして何になるんだろうって思い始めて、そっからやってない。これは綺麗になってるんだろうかって思ったから、もうやらなくなった。ほら、なんか逆になんか汚くなってるような気がして、これもういらない。さようなら。さようなら。私のこのカバンの中にいらないものはもうおさらばしちゃうわ。そう、ツヤが出ない。逆に爪が濁る気がする。さようなら。このカバン洗いたい。ちょっとベタベタする。今までありがとう。断捨離、いきなり断捨離を始めていきなり断捨離、お片付けを始めてしまい申し訳ございませんとは思っておりません。
このクマ、このタワーのクマちゃん何クマ？ゾンビクマとか？ショールームさんはすごい新しいデザインを作るのがお得意ですね。頭が下がります。頭が下がりません。本当に毎日毎日頑張る皆さん本当に素晴らしいと思います。もう本当に頭が下がりません。こんばんは。明日のアラームかけとこう。明日何時にしとこうかな。8時には起きよう。5分ごとに設定しとこう。8時5、8時10、8時15まで。15これぐらいアラーム設定しとこっと。お風呂で温まってからメイク落として髪の毛解いて、髪の毛は今解いときましょう。髪の毛解いてメイク落としてお風呂入って、髪を乾かして、歯磨いて、コンタクト取って寝るよ。寝ちゃうんだもんね。で、髪の毛が長いから本当に髪の毛乾かすの時間かかるんですよね。何時に寝るのが目標かな今日は。ちょっと配信は12時までやりたいので、何時かな、何時がいいだろうな。目標1時半。あ、でもお風呂浸かるからな。目標2時。1時半はちょっとエリートすぎる。目標2時です。2時だね。多分ね、時間がかかるからね、思ったより。ギリまでの配信ありがとう。いやいや、こちらこそ。こちらこそでございます。あいこちの睡眠応援してる。睡眠を応援されたの初めてかもしれない。ウケる。ね、お風呂で寝ないようにしないと。え、だってさ、配信終わるじゃんか。で、メイクを落とすのがまあだいたい
3分ぐらいで、もう髪の毛は今溶かしてるからよしとして、あ、メイクを落としてる間にお風呂をためて、でだったら0時15分ぐらいにはお風呂が沸きました状態になるから、でお風呂が沸きましたら、あのマグマの入浴剤マグマさんを投入しまして、でお風呂に30分浸かるとしてめっちゃスケジュール教えてくれるお風呂30分入って、これ全部理想ですよ、理想のスケジュールだよ。30分でってなったら45分までお風呂使ったとしたら、その後15分に15分間ちょっと全身をお風呂に浸かる以外でね、全身洗ってでってなったら1時だ、1時になる。で1時になったら上がって、でその間にケアをしなきゃいけないんだ、お肌のケアだ、忘れてました、お肌のケアをします。お肌のケアを、5分して、その間に何ができるかな肌のケアを5分から10分して、あ、その間にフェイスパックやってる間に歯を磨けばいいんだ、歯を磨こう。フェイスパックやってる間に顔に黒の買ったやつ、フェイスパックやってる最中に歯を磨けば良い。でその間に、まあ、10分ぐらい経って、でシートを剥がしたら次はあれだ、髪の毛を乾かすターンに入る髪の毛を乾かします。髪の毛を乾かすのがってなったら1時15分からです。1時15分、1時15分に髪の毛を乾かしますはい、でまあ、多分そのあれでもで1時15分から乾かして、まあ、15分ぐらい髪の毛乾かすのに時間かかるので、あのヘアオイルとか塗るから塗ったりするから、で明日の準備とかするから1時半は過ぎるね、1時半は過ぎるから、あ、やっぱ目標2時だね、2時だ。多分タイムロスもあると思うから、タイムロス想定外のやることがあるから2時だやることが多いんだよ、メイクを落としてコンタクトを取って、てかね、お風呂に入った後がねめんどくさいの、化粧水塗って、化粧水を塗ってパックして、でまた取って乳液つけてってやるのがね、あ、別にそこはいいんだけど、髪の毛乾かすのがねもう長いからさ、15分もうわーって頑張ったら10分いけるけど、基本15分かかるんだよねこの長さ。
バイヤーさんは大変さんです。配信中にね、外せたらいいんだけどね、私もコンタクトでも、もう究極に目が悪いから、もう外しちゃったらもうこんなになってしまう。それはできないです。それはできないさんです。ね、なんか移動するから家電製品は極力持ち歩きたくないの。荷物重くなるし。今日は髪の毛を巻いてたけど何も塗ってなかったからいいんだけど、なんかね、公演の時とかね、結構スプレーとかワックスとかわーってつけてるから、この作業がとっても重要なんです。この作業がとっても重要で、これをして、そう、ちゃんとね、いろいろホコリとか、ホコリっていうか、なんかまっすぐにしてから私はシャンプーしたりしてる。そういうこと。そういうこと。愛子ちゃん、今日ありがとう、楽しかった。私も楽しかった。ありがとう、嬉しい。女の子のファンだね。女の子のファンが来てくれたらめっちゃ嬉しいです。あ、男の子も嬉しいですよ。男の子も嬉しいよ。あ、落としちゃった。じゃあ目標2時に睡眠で戦いたいと思います。目標2時睡眠。あと今日はね、このホットアイマスクがあるから、もう2時前にはこれをつけて寝れるように頑張ります。これは家から持ってきた。可愛くない？タヌキの。これなんかの時につけたことがある。イベントかな、イベントで、ライブイベントの時になんかつけてた気がする。タヌキのアイマスク可愛いんですよ。これがまた可愛いんです。そうなんです。今日はタヌキのホットアイマスクに真っ黒のフェイスパックに、すごい、あ、寝るまでの過程がね、面白いことになってるかもしれない。まあそれも全部美容のため。美容は大事。美容大
事、美容大事、美容大事。つけた写真、絶対送りたくない絶対送りません。大好き大好き123はい。まみもめもめもめも見えないの。立ちずてとてとてとて合わせて大好き大好きになれ。ほらキュ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 。ちょっとな。あのねくりをねつけてるハート。みんな、明日は何の予定がありますか？みんなの明日の予定は？私はお仕事があるよ。明日は仕事。今日も余韻に浸る。広島に帰ります。家の片付け。明日は仕事。外国人手紙。月曜日に怯えます武道館に行きます。おお、あ、なんか今日武道館に行くよって人が多かったですこんばんは。いや、私もちょっと家に帰って洗濯したい。ちょっとね、洗濯をね、あの外着をね、洗濯せずに来たので私も洗濯したいです。今日 AKB さん陸泡だったんですかね。夜風のシワが1位。すごい、ゆきりんさんが歌ってる。猫と遊んで一緒に昼寝。え、めっちゃいいね。平和。ほのぼの、ほのぼのさんだ。ちょっと失礼。これカチカチ言う。コンセント抜いた。戦闘を抜いたいよ。戦闘を抜いたよ。眠くなってきた。一番これからのタイムスケジュールで一番嫌なコースは
寝るこのまま寝てしまうです。今配信の中でいろいろ言っちゃったんで言ったんですけど、一番最悪なタイムスケジュールは寝る。これはもう良くないですね。寝落ちコースはさすがに避けましょう一番ダメだよ。そのメイクを落とさない、もうメイクを落とさないというのが一番ダメです。でもね、たまにやってしまうんだよね。たまにやってしまうんだよ。それでなんか3時とかに目が覚めて、はっ今何時、あいこしってなります。いやそんなこと思わないけど、あいこしとか普段思わないんだけど、なんかね2時とか3時とかにパッて目が覚めて、あ寝てしまってたっていうのはねありますね。あいこじあいこじってなりますね、うん、ねえねえみんな今何時3時4時あいこじあいこじってなりますね。ならないよ、そんなことなるわけないじゃん。見れませんよ。でもまた明後日から卒業コンサートのレッスンとかリハーサルで埋まると思います。頑張ります、頑張ります。なんか今日お話し会とかで次会えるのはゆみりんさんの卒業コンサートかなとかみんな言ってたので楽しみにしてもらっている分頑張ります。考えたら今日からジューテンスのお話し会がスタート。そうですよ、そうですよ発売日なのに10枚目シングル、発売日前なのに10枚目のシングルのイベントがスタートって、まあ変な話ですよね小声小声で言うけど変な話ですよねでもね、みんなとお話しする期間が空くより私はいいと思う、うん、なんか4ヶ月でもなんか久しぶりってなったもん。またこれが5ヶ月6ヶ月空くともっと久しぶり生きてたってぐらいになると思うのでいいと思う。秋元先生もねそうです、多忙です。あ、タワーが増えた、幽霊のクマ？これ
タワーありがとう。マナブンさん、あ、誕生日って言ってたよね。おめでとう。お誕生日タワーですねおめでとうございます。今日お話し会来てくれてましたね。ありがとうございます。おめでとう。おめでたわ。おめちょりんこじ、おめちょりんこじ。幸せな一年を。前髪だいぶ伸びてきたと思うんですよね。ここがさ、結構眉毛のここら辺になってきたから、あともうちょっとですねあともうちょっとでいつもの調子を取り戻しそうです。ありがとう。髪の毛も頑張れ、髪の毛も頑張れ。あ、やばい、あと4分で今日が終わってしまう。切りすぎた前髪、右手で押さえて少し背を向けて、嫌われたくないからうつむく私を、からかったあなた今も、それも私の夢の中だけ、見つめ合いであった。いや、もう本当今日来てくれた全ての方に感謝感謝です。感謝感謝。Thank you. Thank you very much. 정말감사합니다. 谢谢谢谢. とっても感謝してますって中国語でなんて言うんですかね。谢谢二回言えば感謝の気持ちがとっても伝わるかなって思ったんですけど。なんなんだろう。谢谢谢谢。本当にありがとうございます。まあ、今日から始まって、3月まで続くんですけれども、3月まで無事、お話し会ツーショット完走できるように、みんなとたくさんこのシングルでまた秋冬の思い出が、秋冬春の思い出ができるように。ね、長いからね、お話し会の期間だから、めっちゃ季節を超えるんですけど、その季節をみんなと一緒に思い出作りできたらなと思ってます。春までよろしくね。その間に私もいろんな格好しますので、またよかったら来てください。もうすでに撮ってる人もいると思うけど。ではランキングを読んで終わりたいと思います。13位ソリオさん、12位バオバブさん、11位ジャボテンさん、10位アオッチさん、9位ウミガメさん、8位プリズムさん、7位カタカナのタカさん、6位クジマスさん、5位ウリンちゃん、4位おつかれさん、3位ガントチャートさん、2位マナブンさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。今日来てくれて直接おめでとう言えてよかったです。2位マナブンさん、ありがとうございます。そして1位がケイチさん、ありがとうございました。
ね、今日ちょっとね、私が話をね聞いてないせいでツーショットでちょっと怒られちゃったんですけど、まあ金一さんなら許してくれるっていうと思ってるので、また次のお話し会でツーショット撮ったりお話ししたりしましょう。はい、ちょっとタワーはまた後日お礼書かせてもらいます。はい、あ、でもね、今日お話し会とかツーショット来れなかった方もまたの機会に皆さん待ってますので、待っておりませんということはございませんので来ないでくださいっていうことはないので、皆さん会いに来てください。それではおやすみなさい。ありがとうございました。